トラッカー365の金言、10月2日、意思決定の要件。意思決定が成果を上げるには、満たすべき要件を明確にしておく必要がある。意思決定が成果を上げるには、満たすべき要件を明確にしておく必要がある。要件が何かを明らかにしなければならない。要件を明確かつ簡潔にするほど、意思決定は成果を上げるものとなり、達成しようとするものを達成するようになる。逆に、いかに優れた意思決定に見えようとも、要件が曖昧であれば成果を上げられないことは必定である。意思決定の要件は、問題を解決するために最低限必要なことは何かを問うことによって明らかにされる。1922年に GM のトップに就任したアルフレッド・P・スローン・ジュニアも、事業部長たちから権限を取り上げることによって、必要なことは満たされるかと自問したに違いない。答えはノーだった。GM は事業部長たちが権限と責任を持つことを必要とした。統一性や中央の指導力と同じように必要とした。しかも個々の人間の折り合いの問題ではなく、組織構造の問題として解決することを必要とした。これらの要件を満たしたことが、分権制というスローンの解決策を長続きさせた。アクションポイント。意思決定にあたっては、常に満たすべき要件を明らかにしてください。